手の小骨、手のひらの骨を骨折いたしまして、決勝には出場いたしません。ですから30代での決勝となります。それから、注目の人フレディ・スペンサーなんですけれども、結局今回また欠場しません。それ、出場しません、欠場です。それからカジマのマシュー・ムラディンなんですが、左膝靭帯損傷、そして左の鎖骨を骨折しているということで今回は欠場です。さあオールクリアになりました。レッドシグナルが点灯です。そして今グリーンシグナルがつきました。スタートしました。いいスタートを切っていったのはルーハンか。ルーハンいいスタート、そして2列目からガダノのウィンさんだ。レイニーがホールショットを奪いそうだ。しかしここの直線は長いぞ。1コーナーへの進入はレイニーかルーハンか。レイニーがホールショットを奪いました。レイニー、ルーハン、シュワンツ、そして BT、 さらにはカダローラか。トップはレイニーです。レイニーがトップ、そして2番手にドゥーハン、3番手はシュワンツ、その後クリビーレが来ています。そうです、あとチャンドラ、伊藤もいいと思いますね。はい、そう BT ですか。しかしレイニーの素晴らしいスタートでした。レイニー、ドゥーハン、シュワンツ、そして地元スペインのクリビーレが4番手。ウェイン・レイリー、それをトミック・ドゥーハン、3番手にはケビン・シュワンツ。レイリーのトップです。そしてそれを追ってドゥーハン、ちょっと差が開いてシュワンツ3番手、そして4番手クリビーレ、5番手チャンドラー、6番手に伊藤がいます。伊藤の後ろにピーティー、ビーティーの後ろ赤いマシン、マルボロのマシンがカダローラ。フーリー飛ばしますね。いつもレールパターンに持ち込もうというところだと思うんですけども、はい、今回はそれはルーハンがなかなかね、嬉しくないと思いますけどね。こちらはバロスのオンボードカメラです。バロス出遅れてますね、だいぶ下にいますよ。はい、予選も10番手、ちょっと精細を欠いた感じがあります、アレッシャンドレ・バロス。さあ1台転倒はクリビーレだ。クリビーレ、地元のクリビーレが転倒です。クリビーレはただのスペイン人ということだけではなく、このバルセロナ近郊の出身ということで、非常にこちらカタルニアでは人気の高いライダーなんですが、クリビーレのオンボードカメラでご覧いただいています。ここが、13コーナーですね。そして14コーナーに向かうところで、ちょうどですねバルスの車載カメラの左側にですね月見こうらしきものが見えたんですけれどもね、クリビーレだと思わなかったですね。クリビーレがリタイアです。これでサーキットに来てるお客さんもばっかりですね、まあ、あとはスパニッシュで上の方に来る可能性があるのはスポット参戦という格好になりました、おなじみのファンガリッカぐらいですかね。ちょっとブランクありますんでね、厳しいと思うんですけれども、カジマのマシンに乗って予選は16番手でした。ガリガはスーパーバイクの世界選手権に参戦しているんですが、まあ、目立った際立った成績は上げていません。同じスーパーバイクでもAMA のスーパーバイクの方に行ったミゲール・デュハメルはなかなか活躍しているようですけれどもね、まあ、マシンとかの相性とかもありますので、ね、はい、さあこちらはレイニーです。レイニーはポイントを滑ってますね、レイニーのトップ、それを追ってドゥーハンです。これはクリビーレの転倒シーンですね。あ、これは伊藤じゃないですか。伊藤ですね、伊藤も転倒です。ひどいな、ちょっと引っかけられてたみたいになりましたね。はい、伊藤が転倒です。がっかりしたのはスペインのお客さんだけじゃなかったですね、日本の視聴者の皆さんもいきなり序盤でがっかり。しかしさっきは原田、今度は伊藤と、なんか序盤でがっかりのレースになってしまいましたね。トップレイニー、そしてそれを追ってドゥーハンという展開になっています。3番手にはシュワンツが来ています。そしてだいぶ間隔が開いて4位にビーティー、5位にガルシア、6位マッケンジー、そし
7位にガリッが来ています。8位がバロスです。宇田川は現在12番。丁寧にそれを打ってルーハン、すげえに飛ばしますね。昨年ベンジがですね、絶好調のルーハンを、はい、まあ、唯一ここで、実力勝負でいってやったんですね。というのは自信はあるんでしょうけれども、はい、にしても序盤から積極的ですね。そして今八津君からお話がありました、去年のあのルーハンを力で破った時のレイニーの表彰台での上の表情は忘れられませんね。こんなに冷静な王者レイニーが嬉しさを表現するものなのかというほどガッツポーズ繰り返しましたからね。そのウェイン・レイニーが同じ舞台カタルニアサーキットで今トップを走っています。1分49秒441。レイニーの予選タイム49秒256に迫ろうというタイムが出ています。ルーハン、シュワンツ3番手、ビーティーが4番手、ベルナール・ガルシア5番手、そしてマッケンジー6番手、ガリッカ7番手。レイニーこれだけハイペースでですね、飛ばしていてタイヤが持つんだろうかっていう心配があるんですけどね。チャンドラーとカダローラの名前も上位に見られませんね。だいぶ波乱含みの GP1 500cc クラスになっています。まあ、GP2 も、ね、序盤から波乱含みではあったんですが、レイニー、ルーハン、シュワルツ、リーディー、そして特に5番手以降がガルシア、マッケンジー、ガリッカになってしまうわけですからね。まあ、プライベートにしてみればですね、はい、まあ、ワックプライベートといいますか、ワックスマシン以外のライダーにしてみればですね、チャンスといいますかね、はい、ビッグポイントを獲得するチャンスですね。これが前が、これバロスの前ですね、はい、ですからマッケンジーじゃないでしょうかね。ラインを通過してレース5周目に入っています。49秒340、さらにタイムを更新しました。